こんにちは、レトスの小野です。今回は動画見ていただきまして本当にありがとうございます。今回ですね、あなた様が次の卓研試験で合格できるように、私から2点アドバイスさせていただきたいと思います。まず1点目がですね、多くの方が考えているこの勉強についての間違い、これを1点目にお話しさせていただきまして、その後効率的な勉強法、これの具体例をお話しさせていただきます。まず1点目の勉強についての間違いなんですけれども、多くの方が勉強すれば合格できるっていうふうに思われてるんですね。でも実際何年も何年も勉強しているにもかかわらず合格できない方って非常にたくさんいるんですよ。でそれは何なのかっていうと、合格するためには勉強時間だけではなくて勉強の質っていうものを関わってるんだっていうことをぜひ頭に入れてもらいたいんですね。勉強時間と勉強の質、これは両輪なんだと。これをどちらも回すことによって合格できるっていうのをぜひですね、頭に入れてもらいたいんですね。ほとんどの方が勉強の質は考えてないんですよ。こっちの車だけば、こっちの車輪だけ回しちゃう、勉強時間だけで、こっちはほとんど回ってないんですよね。そうすると結局は前に進まないわけです。で合格できないっていうふうになっちゃうわけですね。なんで勉強の質っていうものもぜひ頭に入れながら勉強してくださいっていうのが1点目です。でじゃあこの勉強の質ってどんなものなのかっていうのをこの2点目ですね、今からお話しさせていただきます。テキストを見ていただければわかると思うんですけども、一番最初に、一番最初かどうか分かんないけども、意思表示っていう分野があります。で、意思表示の分野には心理留保、虚偽表示、詐欺とか、錯誤とか、脅迫とか、こうやってあるんですけども、さらにこの、例えば心理留保の中にも、心理留保ってどういうものなのかっていう概要と、第三者との関係とか、細かくですね、項目分けされていて、その中に文章、文が書いてあると。内容ですね、具体的な。でその中にポイントが入ってるわけですよね。で試験で問われるのはどこが問われるかっていうと、このポイントなんですよ。例えば概要に書かれているこの中のポイント、この中のポイント、この細かいところが問われてくるわけなんですね。っていうことは、この細かいところをきっちり頭に入れていけば合格はできるわけです。で多くの方がテキストをですね、私が、電車によく乗るんですけども、電車乗ってよく見てるとテキストをずっと見てる方って非常に多いんですよ、読んでる方で。テキストを読むってことは、この文章をこう読んでいってポイントをどん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 見ているわけですよね。でも果たしてそのポイントって頭に入っているのかっていうと、ほとんどの方が頭入ってないんですよ。なぜかっていうと、このポイントを覚えるっていう、目的意識がすごく低くなっちゃうんですね。読みました、文章を読みました、はいここポイントで、またポイント、またポイントってなってくると、ここを覚えるのにじゃあ1分集中するかというと集中しないんですよ。もうたーっともう読んじゃっていく。 2,3 分読んだらポイントは4つか5つ出てきます。でほとんどの人がその 2,3 分で何も覚えないんですよ。覚えた気になってるだけで。だから効率が悪いんですね、テキストをだらだら読むっていうのは。じゃあどうしなければいけないかっていうと、問題を解くわけです。問題を解いたらここのポイントだけ問われてくるわけですよね。でこれ分からなかった時にテキストを見る。で補足的な情報ありますよね、この前後の文章ですよ。そういったところを一緒に頭に入れていくってやると、問題を解いて解けなかった、解けるようにするためにテキストのこの部分を読むわけですよ。そうするとこの部分っていうのはテキストをだらだら読むよりも頭に入りやすいです。なぜかっていうと目的意識があるから、このポイントを覚えるんだ、覚えるためにテキストを見てるわけですよね。具体的にもっと細かい内容を知るためですよね。だから頭に入ってきやすいんですよ。そうするとそういったことを繰り返していくわけです。1問目やってこれが出てきたと、これ勉強した、で次やったらこれ出てきたと、で
はじめは問題数が少ないんで、これをつなげるってことができないんですよね。これが こう来て、ここでこうつながってますよね。こうつながってるんですけども、これをつなげるのは難しいです、はじめは。でも、問題をどんどんこなすことによって、これとこれがつながって、で、さらにこれがつながってってこうなってくるんですよ。そうすると全体が見えてきます。その後テキストをパッとちょっと全体を見ると、ほとんど大体、あ、これとこれがつながってるんだっていうのが見えてきますんで。で、あ、このポイントを落としてるから、これ、別途覚えようっていうふうにできるわけですね。つまり、皆さんにぜひやってもらいたいのは、もうやってる方は全然構いません。問題文をまず、問題を解く。一問でも構わないです。で、その問題文が解けなかった時に、それを解けるようにするためにテキストを使う。いわゆる補助的な役割なんですよ、テキストっていうのは。そういった意味合いでぜひ使ってください。これ一つの本の勉強法になります。で、その他ですね、いろいろ勉強法があります。で、まあ、その点についてはもうこれ動画で説明していると思うので長くなっちゃいますんで、弊社がお伝えしているこの内容っていうものは実際に個別指導であったり、独学で合格するための勉強法ってまとめた、ノウハウの本もあります。そちらの方には、全て載っています。で、今現状でですね、勉強していて、なんか悩み、これどうやってやったらいいんだろう、勉強の仕方、こういったことで悩んでいるってあれば、ぜひですね、私に直接メールでご相談ください。無料で、アドバイスさせていただきますんで、ぜひお気軽にメールいただければと思います。で、弊社のホームページ、検索の仕方下に載せておきますんで、そちらの方から飛んでいただいて、左上にお問い合わせ先かな、何かそういったボタンがありますんで、そしたら、私のメールアドレスが載ってます。なんでそこからですね、メールいただければ、無料でアドバイスさせていただきますんで、ぜひ、お気軽にメールいただければと思います。ぜひですね、来年、宅建合格していただければと思います。本当に、来年合格してですね、合格証をもらった時の喜びを一緒に味わえれたらと思っていますんで、これからもよろしくお願いいたします。